どうしたフレット。昨日のカノンさんのこと考えてた。ああ、ルーインを潰すってやつか。あいつのことはよく知らねえが、面白い話だったぜ。俺がやってた3年前のゲームじゃ無理難題ふっかけられて、真面目にやったら騙されてたなんて当たり前だったしな。先週の最終日を彷彿とさせますな。まあカノンさんが言ってること間違ってなさそうだし、結局昨日は保留にしちゃったけど、手を組んじゃえば。リンドウ、リンドウ殿、アメ死神からも言われていたことですが、罠か協力か見極めねばならんポイントかと。罠か協力か。協力って感じだと俺は思ったけど、なんとも言えない。ゲームの方がよっぽど罠っぽいじゃん。今回のゲームがどうだか知らねえが、3年前のはろくなもんじゃなかったぜ。どんな感じだったんですか。まさかの渋谷消滅がかかってたんだよ。消滅って。死神のゲームは優れた能力者を探すためのもんなんて言われたが、カリアさんが言ってた選別ってやつか。俺やネクが参加してたゲームは一歩間違えば渋谷がなくなってた。ああ、合点がいきました。3年前渋谷の危機というのはそのことですか。あ、カノンさんが言ってたやつ。ネクが救ったっていう。おとなしくポイント稼いでりゃ勝てるってんなら別にいいけどな。そこは確実に無理そうだよね。昨日だってトップになれなかったわけだし。お、噂をすればだぜ。今日のミッションは。え、何これ。渋谷の謎を追い報告をまとめよ。渋谷がテーマですか。しかし目的語大きすぎ。目的語気にせんでください。まあいいけどよ。ビートって俺寄りだと思うんだけどさ。おめえ寄り。なぎさん扱い違うよね。なんで。そういえばスワローさん、返事は。全ての用を意味嫌っているわけではないので。用ってなんだよ。まだ返事がない。住む世界の話です。一緒でしょ。住むとこ渋谷だろ。それで問題ありません。会話入れて。ゲームから抜けらんないで消滅。カノンさんの話を全部疑うわけじゃないけど、こんなのどうしたらいいんだ。 RGA の最短距離は果たしてどれなのか、というより戻ることは可能なのか。レガスト新章やりたい。さあ、ということで、4日目ですね。で、結局、渋谷の謎ってのは、どこ行けばあるんだ?本日の目的地は、千鳥屋市会館と宣言されてますな。はい。そっちか。何?まずは、千鳥屋市会館に行きましょう。目的地は探さなくていいんだ。今日は楽かもね。さあ、では、渋谷の謎を解明する。とりあえずもういきなり行っちゃっていいのかな、千鳥屋市会館に。さあ、ということで、千鳥屋市会館の方にね、向かっていきましょう。こんにちは。ボート、待てよ、もう分かってんだろ。ここを通りたかったら、まずミッションな。今日のミッション分かってる?渋谷の謎を追い、報告をまとめようですか。ああ。その通り。報告は俺にしろな。じゃあ説明するぞ。渋谷の謎ってのはズバリ都市伝説のことだ。都市伝説。渋谷の都市伝説か。なんか面白そう。数ある中でも特に7エリアに散らばる都市伝説がやばい。7不思議的な。おお。お前らにはそのやばい都市伝説のやばい真相を探ってもらう。真相を一つ報告するたびにポイントをやる。ポイントの合計が100点を超えたらここを取れるぞ。じゃああれかな、全部やる必要はないのかな。そんなのスマホで調べれば一発じゃない。そう言うと思った、そう言うと思った。最近の参加者はすぐスマホに頼るんだから。ほう。ふむ、
しかし有名な都市伝説案内人。動画すべて消されてますな。真相を知りすぎるとそうなるのさ。ってことはその人は真相を知っていたってこと？もっと、いや別にそうとは言ってないし。検索投稿してるのはマハツン、オカルト系のネタで人気の芸人です。芸人さんか。なおはマハツン、事故物件に住むのが趣味の動画配信者。都市伝説を紹介した動画が記録的ブレイク、地上波にも進出か、有名だったんだ。お、なら俺の能力で情報を集められそうじゃん。ああ、なるほどな、期待してるぜフレット、お願いします。何か策はあるようだな。分かったらいけん、適当な真相をでっち上げんなよ。ここのエリアにも都市伝説があるんだよな。やはりワードを変えても情報は出ず、消されてますな。検索で探すのはもう諦めます。じゃあフレット、お願いします。おいおいフレット。え、ああごめん、考え事していた。しっかりしろよ。してるわ、チームの未来も考えてさ。じゃあやりますか。確かマハツンと都市伝説をイメージ。どんなイメージ、もしやっちゃいますか。この辺かな。よーし、よく受け。思い出せ。さてと、集中だ。スキャンするぞ。集中だ。スキャンするぞ。あ、この子かな、ぽいね。お願いします。マハツンが言っていたセンター街の都市伝説試してみよっかな。ショップで試着室を使った人が突然消えるとか面白そう。俺かい。試着室を使った人間が消えるとは一体。早速やべえじゃないか、誘拐かなんかか。とりあえずショップに行けば何か聞けるかも。じゃあまずホグファングから行ってみる。ああそうしよう。行きますか。お、え、なんだなんだ、なんか今悲鳴聞こえた。あのこんにちは。あの今の声っていらっしゃいません。何かあったんですか。いえ、そのお客様が急に消えたもんで。え、それってもしかして試着室使った人が消えたとかそんな感じ。なぜそれを。やっぱり詳しく教えてください。はい、お客様が試着室から出てきまして、そのまままっすぐ出口へ。追いかけようとしましたら突然消えました。消えた、出て行ったんじゃないんですか。はっきり見えました、跡形もなく消えました。どういうことだ。もしかすると、な、いえ、なんでもないです。いや、気になるし、言って。実は、ここ数日、センター街でよく起こってまして。ということは、この後もすぐどこかで起こる。かもしれません。マジか、ありがとうございます。みんな行こう。なあ、お兄さん、また来るから。なあ、またお待ちしております。マジか。じゃあ別のお店も行ってみようか。こっちかな。さあ行きましょう。シェパードハウス。
センター街で俺たちが入れる店は限られてる。ここで見張らせてもらおう。試着室結構使う人いるな。また出てきた。あれあれ、誰にも声かけないで出口に向かってる。怪しいな。それじゃないかい。先に出よう。なお客さん、試着どうでした？てねえ、ちょっとどこ行くのお客さん。あ、何今の。出てきた。あ、店員さんも出てきた。お客さん、ねえ、やっぱりいない？え、いやいや、目の前にいるじゃん。そうか、あの人死神ゲームの参加者なんだ。そういうことか。なあ、だから店員さんには外で見えないのか。おかしいな。つまりあの御神が都市伝説の真相なのでは？しかし何してんだ。とりあえず話してみようですね。話しかけてみようか。こんにちは。ちょっといいですか。はあ、ツイスターズじゃん。何の用だよ。やっぱり参加者ですよね。どこのチームです？まあ隠す必要ないか。俺バリーね。そうですか。カノンさんのチームとは揉めたくないけど、これってカノンさん知ってんのかな。ああ、でなんだよ。なあ、何その服金払ったのか。え、んだよ、見てたってやつ。おい、開き直んのかてめえ。ぐだぐだうるせえな。やんのか。やる空気になってる。やるしかない。頑張りましょう。邪魔者ですかな。ドイツからぶっ飛ばしてやろうか。壊してやる。削りんなよ。やるじゃん。任せな相棒。はい、いいね。完璧ですね。決心当然の出来栄え。やるな。ちょっと。はい。さあ行きましょう。こんな感じか。続けていこう。当然の出来栄え。すごい。俺たちの勝ちだ。よーし、ありがとうございます。圧勝ですね。まあまあだったろ。ああ、悪かったよ。最近むしゃくしゃしていてさ、仲間と買い物してストレス発散していたってわけ。払わなきゃ買い物になってないじゃん。いや、ああ反省してるって。どうかしてた、マジで。俺たち店の中じゃ RG の連中と同じに見えるけど、一歩進んでると全く認識にされないじゃん。それなら試着して店出ればただって。分かったよ、もうやらねえよ。本当に？リアリー？なんか疲れたし、もういいわ。今までのも返しとく。本当に？っていうか、ストレスって何？はあ、むしゃくしゃしていたってなんで？人間関係とか？ゲーム疲れだな。まあ、2週目のお前らにはまだわかんねえか。まあ、結構長いのかな？バリーってね。チームで俺だけ疲れたとか言ってらんねえし。たく。マジでちゃんと払えよ。むしゃくしゃってのもわかる気はするが、いやーダメでしょ。俺としてはないね。いいの見つけて、これいくらだろうって値段見て、安くて嬉しいなのか、ああ貯めなきゃなのかで、最終的に手に入れるのがいいんでしょ。まあ別にいいけど。いいんだ。じゃあまあ都市伝説の真相解明ってことで、報告してポイントゲットしようぜ。さあ、これで一つ目ですかね。お、うずきさん。まだあったわね、ツイスターズ一味。うずきさん。お、
おう、ピンク頭、何しに来たんだ。監視を監視。ゲームちゃんと進めてんでしょうね。サボっていたら私がいろいろ言われるんだから。翔花ちゃんも仕事仕事って言ってたね。監視が仕事か。死神もおとなしくなったもんだな。え、なんなんだよ、嫌味のつもり。私だって好きでおとなしくしてるわけじゃないわよ。今のルールだからってことか。おい、ピンク頭、聞きたいことがある。何よ。俺はなんで友人に来れたんだ。死んだからでしょ。そう思うだろ。でも俺は死んでねえ。死んでないですって。思い出せないなら記憶が取られたってことなんだろうが、忘れてることは何一つねえよ。ありえないけど、それが本当なら正式な UG への移動じゃないから存在違反状態。 RG での存在はなかったことになってるわ。なかったこと。いや何それ、俺たちのつぶやきが消えてんのって。はあ、ちょっとそっちの参加者たちもなの。ええ、我々は死んだと思われるような記憶なくここにいます。どういうこと。こんなの指揮者ゲームマスター以上が取り扱う案件じゃない。違反状態だとして我々は RG へ帰還可能なんですか。戻れるかどうか私には分かんない。うわ、こういう返しきちゃった。新宿ではそういうルールだったってことなのかしら。新宿？3年前に消えた街か。え？ん？消えた？街が消えるって何？どこその限界集落的な？ RG にいた人間には分かんないんだね。はあ、俺は分かっていたぜ。見事に消えちまった。あんたは UG に来たことがあるからよ。待って、話見えない。新宿っていうのは3年前に崩壊した街。渋谷の隣に3年前まで存在していたのよ。え？渋谷の隣、そんな場所あるか？全然わかんねえ。もう存在していないし、記憶も消えていてわかんないでしょ。記憶消えてるって。RG では最初からなかったって認識だってこと。嘘、怖っ。その新宿から来た死神たちが今の渋谷を支配してる、そういうことか。おい、なんで新宿の奴らが支配してんだよ。いろいろあったのよ。まあとにかく生きてる人間がゲームに参加するなんてペナルティーものだけど、あいつら何でもありだから強引な真似してもおかしくないわね。このままだとあんたたちも新宿と同じことになるわ。それって俺たちの存在が消える。せいぜいポイント稼ぎなさい。じゃ、ああ、久しぶりに嫌な気分だわ。ラーメンでも食べよう。いいですね、ラーメン。爆弾発言でしたな。家族、友人、知人が反応していないのはそういう事態だと。トップになっても元に戻れんのかわかんないじゃん。なあ、ワイ、まだレガスト新章触れてない。今落ち込んでもしょうがねえ。とりあえずポイントな。ですね。ああ、そうだね。残りのエリア行っとこう。RG での存在が消滅って。じゃあ死神ゲームって何なんだよ。さあ、ということで2つ目いきますか。報告はどうしようか。まとめてやっちゃいます。それか、まあ出る必要が出てきた時とかにしようかな。行くぞ。とりあえず、お、あれ？どうした？こんなの初めて見る。何がだよ。ノイズ。ね、何これ？スキャンしてみ。なんだなんだ？スキャンって、一体。うわ。なんか、やべえのがいる。なんだこいつ。やるしかないか。強敵ノイズみたいな感じかな？ちょちょいのちょいでしょ。あ、なんか透明だね。あら、大きい当たってる。当たってないですよね。あら、イベント戦だったのかな。
だいぶ劣勢でしたが、向こうが逃走したようですな。攻撃聞いてなくなかった？なんなんだ。あんなのあったことねえぜ。そもそもノイズであったのかも謎ですが。そうですね。久保さんだ。順調だね。さあ、駆け落ちロケット。ホールドしてる間、チーム HP を少し回復。結構いいですね。では、一旦スペイン坂、行きましょう。こっちにも多分あるよね。何かしらの都市伝説が。ここにも都市伝説があるって。ネットの関連情報は数時間前のものも消されてますな。もし死神の仕業だとすると侮れぬ影響力。じゃあ予定通りリマインドロッカーやりますか。でもどのエリアも全部同じイメージでいいのかな。同じマハツンの都市伝説というイメージでも、おそらく呼び起こされるのは今いる環境での思い出でしょう。つまりここでリマインドするとスペイン坂の何かを思い出すってことですね。その可能性が高いかと。ナギセンがちゃんと答えてくれた。早くやってください。それでは行きまーす。イメージイメージ、マハツンの都市伝説。さあ行きましょう。めっちゃ周りにノイズおった今。待ってね、この辺だったな。よしよ、ケイン、ありがとうございます。お、月一の本気買い。スペイン坂の階段か。ここの18段目に足掛けると地獄に連れてかれるって前にマズンが言っていたのよね。数えないで登ろう。怖っ。でもこれっぽいね。スペイン坂の階段を調べればいいのか。18段目に足をかけると地獄にか。ずいぶん身近に地獄があるんですな。ねえ、とりあえずやってみますかね。この辺かな。じゃあここからみんなで数えよう。ねえ、これ全員でやる意味あんの？それはじゃあ誰がやるんだよと揉めるのでみんなでやりましょう。そうだな、そうだな、やりましょう。15、16、17、18。おっと、どうしました？足が滑った。ここだけ階段のステップが取れている。それで転びそうになったんだ。で、それだけ？あ、あ、どったの？痛い。大丈夫？急に転ぶとかびっくりした。やだ、ここ滑り止めが取れてる。こんなの危な。え、何この感じ。え、背筋が嫌な。え、どこ行くの。待って、どうしたどうした。これかな。あの人18段目で転んだ。すごい勢いで逃げていったけど。ん、別に何もなかったけどな。だよね。うん、階段に異常な足。ねえ、何があった。リンドウ殿、あのご婦人をスキャンしてみては。何が起こったのか分かるやもしれませぬ。そうですね、ちょっと確認してみます。スキャンしますか。集中だ。背筋が凍ったというのは分かったけど原因がはっきりしないな。ステップ以外に何かあるでしょ。これは、ん、何もなかったぜ。そういえばビートさんは転ばなかった。転ばないとわからないのか。誰かがやるってやつ。誰がやるかだけど、どう決めんだよ。この状況ならじゃんけんがよろしいかと。なるほどな。よし、じゃあ決めちまおうぜ。それじゃあせーの、じゃんけん。おん、おや、まさかの
なぎせん。仕方なきこと受け入れて、では参りま。あ、おい、頭から言ったぞ。大丈夫か？そんなに思いっきりやらなくても大丈夫です。ぎあ、え、何がいんの？強烈な予感。やっぱり何かがいる。スキャンで。ノミズか。よし、やっておりましょう。何が相手でも片付けるだけだ。やったろうじゃ。あれ、色違う？もしかして強かったりするんかな。続けていこう。まあでも問題なくいけるかな。結構やれるもんだな。よし、ありがとうございます。お米に預かり光栄ですね。あんな場所にノイズがいるとはな。相当な予感でした。都市伝説家にも納得です。あ、毒かなんかもらったのかね。いやー怖い。知らないうちにあんなのに刺されてるとか。しかも転んで痛いところにチクッと。あんまり言わんでもらえます。とにかく都市伝説の真相も分かったし、報告してポイントもらおう。さあ2つ目、ありがとうございます。都市伝説ってもっとミステリアスなものかと思ってた。結構裏があるようなもんなんだな。純粋。あ、はい、翔吾さんか。ねえ、さっきの死神と何か話した？宇月さんのことかな。さっきピンクの頭したやつ、宇月氏ですか？そう、その人ゲームについてとか何か話したの？ああ、まあ軽くね。俺たちが死んでなくてヤバい状態ってことが分かっちゃった。おい黒猫帽子、おめえは新宿側だな。何突然。生きてる人間を有事に引き込むのは新宿のやり方なんだろ。何それ、どういう目的なんだよ。何のためにそんなことしてんだ。知ってたとしてなんであんたたちに話さなきゃいけないの。死神。何を。俺たち RG での存在が消されてる。それってちゃんと元に戻んのか。は、トップ取れなきゃ話になんないし。愚痴ってないでミッション進めたら。ゲーマールインってのがずっと勝ってんだよな。そうだけど、強いやつならさっさと死神でも引き上げりゃいい。なんであいつらにずっとゲームしてんだよ。あいつらが続けるって言ってるからじゃん。死神ゲームになってんのかそれ。見たところ死神は何もしてねえ。ルインが死神みたいなもんじゃねえか。もうそれは確かに言えてるよね。なあ、元死神だっけあんた。古臭いゲーム知ってるだけで調子乗んないで。強いものが強いし偉い、それが死神ゲーム。力のないやつが下からわめいても無駄、ほんと無駄。意味ねえことを続けてる方が無駄だろう。だからわめいても無駄、それがシーバさんの新宿のやり方だし。新宿って言いましたね。でも力あるなら正直それだけでいい。倒せばいいんだよ、それが新宿流。汚い手でも使ってのし上がったら。汚い手って、参加者死神騙してでも荒れた方が面白いからね。そういうのは黙認するよ。死神らしい死神だぜ。混乱の死神ですな。暴れてみなよツイスターズ。いつもと同じだと私もつまんないし。じゃあね。じゃあね、バイ。まさかの応援されちゃったじゃん。これはやっぱりカノンさんと協力してルインやっちゃう。お前ほんと調子いいよな。死神を叩くってのはどうだ。
危険度が増してます。ビートさんやナギさんはカノンさんとの協力どう思います？まあ悪くはねえが、俺はカノンをよく知らねえ。信用できるならいいんじゃねえか。ええ、カノン氏のガチブシっぷりが真実なのか現時点では何度もコメントしづらいですな。ですよね。うまくいくのかもわかんないし。ゲームマスター様、シーバさんか、シビアンタミオ、4日目のゲームを楽しんでるか。ゲームマスターシーバだ。愛しき民たちに継ぐ。こいつ毎回これか、毎回これか。他のバージョン見たことないです。確かに。まだ誰もターゲットを確認できていない。渋谷が静かだね。冷えた街で参加者皆冬眠してるのかな。炎上する前の静けさだというなら大歓迎だ。でもそうじゃないなら今の渋谷には価値が見出せない。この人も新宿死神なのか。さあ寝ている暇はない。ルイの独走を最終日まで許すのか。あらゆる手を尽くし可能性の熱を燃え上がらせるんだ。何が目的だこのゲーム。じゃあお金を。ほう、ミッション進みます。進みますかね。って俺には言ってないっけ。先回りするようになったか。やるようになりましたね。ブレットもさて、次どうしよっかな。整理してみるか。とりあえずタワーレコ通ってスクランブル行くか。なんかさ、どうせならさ7つ全部行くぞ。見つけたくないですか。そう思ってしまったんだが、どう思うみんな。いらっしゃいませ。でね、渋谷の空気ってのが追加されてるんだよね。センスが6上がるっていう、なかなか美味しいといえば美味しいんだけど。まあ、ぶっちゃけ今センス欲しいからな。使っちゃいましょう。いただきます。いただきます。いただきます。美味しい。この味だ。体力、フレットの体力がめっちゃ上がった。で、どうすっかな。もう一回行くか。で、こんな感じでいいかな。いただきます。サラダ食べて、これうまっ。ありがとうございます。さあではスクランブル行きましょう。ここにも都市伝説があるはずだ。検索グヌー、こんなマイナーサイトまで消されてるとは。他のチームはどうやって突き止めるんだろう。他のチームね。まあ俺たちは俺たちのやり方でやるしかねえだろう。フレット頼んだぜ。ねえ、ああ任せといて。じゃあフレット行きます。お願いします。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。